パティーニョ級補給艦はオランダとスペインが共同開発した補給艦の艦級。また発展型としてスペイン海軍が建造したカンタブリアについても本校で扱う。1988年11月の合意に基づきオランダ統一造船事務所とスペインの馬産社が共同で設計を行った。オランダ海軍は1991年10月に また、スペイン海軍は、同年12月26日に発注した。オランダ艦の海上講美は1995年4月3日より、開始された。スペイン海軍は、2004年4月12日に、本気を発展させた、カンタブリアを発注した。全部環境と、後部上部構造物を有する全体配置は、オランダ海軍での前年者であるポールステル級と同様だが、 環境はずっと監修寄りとされており、中央部に門型の補給ポスト2基と、その完成室及び2圧解消を備えている。完成室は過酷な解消条件を想定していることから、日米とは異なって閉鎖意識の頑丈なものとされている。全部環境及びその周辺には、相関スペースの他に、士官居住区や医療設備、補機室、事務室などがまとめられている。 一方、後部上構え付近には、兵員室やハンガー、機関操縦室、工作室、諸倉庫などが廃されている。コスト低減のため、ロイド商船規格で建造されている。ただし NBC 防護など、軍艦として、所要の措置はすべて施されている。また、カンタブリアでは二重船底とするなどの改良が、加えられており、全長にして8メートル。 排水量にして2000トンの大型化となった。女性の乗り組みが考慮されており、アムステルダムでは20%まで、パティーニョでは50名まで女性乗員とすることができる。ありがとうございます。